流行暗殺武士。佐々木密造。1。足音が高いぞ。気づかれてはならん。早く隠れろ。突然、鋭い声が上がったかと思うと一緒に、バラバラと黒い影が塀際にひらみついた。A は、5つだった。吸い込まれるように、黒い板塀の中へ溶け込んだ黒い5つの影は、そのままじっと息を殺しながら動かなかった。チロ、チロと、虫の音が染み渡った。今日の矢は、もう秋だった。明治2年、長らく吹きすさんでいた血生臭い風は、その後一身の大号令と一緒に、東へ、東へと吹き荒れていって、久方ぶりに今日にも、平和な秋が訪れたかと思ったのに、突如としてまた生臭い殺気が動いてきたのである。意識とは、死角だった。狙われているのは、その黒い田塀の中に宿を取っている大村益次郎だった。その昔、周防の片田舎で医療を営み、一向に門前の繁盛しなかった田舎医者は、維新の風雲に乗じて、めきめきと頭角を現し、この時事実上の軍権を握っている老武太夫だった。軍事にかけては、ほとんど天才と言っていい大村は、新政府の中枢とも言うべき兵部大輔のこの要職を与えられると一緒に、ますますその経輪を発揮して、縦横無尽の才を奮い出したのである。国民開閉主義の提唱がその一つだった。第二は、軍機製造所創設の案だった。兵器廠設置の案はとにかくとして、士族の特権だった平時の権を、その士族の手から奪い取ろうとした国民開閉主義の提案は、たちまち全国へ大きな波紋を投げかけた。のぼせるにも程がある。町人宿百姓に鉄砲を担がせて何になるかい、門地をどうするんじゃ。士族というお家柄をどうするんじゃ、その門地を倒し、そのお家柄を破壊して、市民平等の天下を生み出そうと豪語した旧権打倒後新政王家の志士が、真っ先にまず驚くべき憤慨を発したのである。その声に、不平、嫉妬、陰謀の手が加わって、恐ろしい暗殺の計画が成り立った。奴をほふれ、大村はじめ長州のろくでもない奴らが大体のさはりすぎる。あんなやぶ医者上がりが兵部大輔とは沙汰の限りじゃ、奴をほふったら、政府は覆える。奴を倒せ、奴の首をかけ、呪詛と嫉妬の声が、次第に集まって、大楽源太郎、富永雄林、小川正文、古松幹事、高田源良衛、初岡慶治、岡崎京介などの政府転覆を図る陰謀決命団がまず徐々に動き出した。意識とは、その大楽源太郎の命を受けた、源太郎子外の宗師たちだった。隊長は、熊城直人、副長閣は国母君、それに市原小次郎、富田金丸、石入宗太などといういずれも人を斬ることより他に能のないといったような、命知らずばかりだった。狙ったとなったらまた、切り損じるような誤認ではない。兵器廠設置の敷地見分のために、わずかな衛兵を引き連れてこの京へ登っていた大村益次郎の後を追いながら、はるばる五人はその首を狙いに来たのである。どうします?隊長。すぐに押し入りますか?切らぬうちから、もう血の匂いでもがしていると見えて、鼻のひしゃげた市原小次郎が、ひしゃげたその鼻をクンクンと犬のように鳴らしながら、隣の髪よの袖をそっと引いて囁いた。やつ、
晩酌を楽しむ癖がありますから、酒の気の回った頃を見計らって襲うのも手でござりまするが、もう少し様子を見まするか。さよう、さようという返事はありますまい。待つなら、待つ。切り込むなら切り込むように早く取り決めませぬと、嗅ぎつけられるかもしれませぬぞ。しかし、神城直人は、どうしたことか返事がなかった。ヤモリのように兵隊ひらみついて、じっと首を垂れながら、コロコロと足元の小石にいたずらをしていたが、突然クスクスと笑い出したかと思うと、吐き出すように言った。変な商売だのう、あはは、と大きく笑った。同じ刺客は刺客でも、神城直人は不思議な刺客だった。これまで直人が手にかけたのは、実に8人の多数だった。しかし、その一人として、自分から切ろうと思い立って切ったものはなかった。8人が8人とも、みんな人から頼まれて切ったものばかりだった。それを今、直人は思い出したのである。しょうもない。大村を切ったら9人目じゃ。あは、世の中には全く変な商売があるぞ。冗談じゃない。何をとぼけたこと言うちょりますか。手がいの衛兵は、少ないと言うても30人はおります。腕はともかく鉄砲という飛び道具がありますゆえ、嗅ぎつけられたら油断はなりませぬぞ。すぐに押し入りまするか。それとも待ちまするか。せくな。神城直人が切ろうと狙ったら、もうこっちのものじゃ。そんなにとこ急ぎせんでもええ。とんだの玉子を、へえ、へえとはなんじゃい。今から町人の真似はまだちっと早いぞ。お前、花札で博打を打ったことがあるか、ござりまするが、坊主の20歳をゴケ殺しというが知っちょるか。一向に、知らんのかよ。人を切ろうというほどの男が、そのぐらいの学問をしておらんようではいかんぞよ。坊主は、檀家のゴケを垂らし込むから、すなわちゴケ殺し、あはは。わしゃ、怨念16歳の時そのゴケをくどいたことがあるが、それ以来、自分から思い立って仕掛けたことは何一つあやせん。天下国家のためだか知らんがのう。キルーヌは、憎いとも切りたいとも思わないのに、人から頼まれてばかり切って歩くのも、よくよく考えるとおかしなもんだぞ。バカな。何の勘のと言うて、隊長急におじけづいたんですか。せっかく今日までつけてきたのに、ミスミス大村の首を逃したら、大楽丼に会話する顔がござりませぬぞ。あ、しまった隊長、2階の火が消えましたぞ。やつ、気がついたかもしれませんぞ。せき立てるように言った声を聞き流しながら、直人は、黙々と首を垂れて、からりころりと、足元の小石を蹴返していたが、不意にまた、くすりと笑ったかと思うと、のっそり顔を上げていった。では、切ってくるか。正次、お前気が立っている。先へ入れ、飛び出した市原小次郎に続いて、バラバラと黒い影が兵を離れた。後から、直人がのそりのそりと宿の土間へ入っていった。に、どこへ参ります。お待ちなさりませ。どなたにご用でござります。異様な覆面姿の異人を見眺めて、宿の女たちが遮ろうとしたのを、刺客たちは、物思いわずに、どやどやと土足のまま駆け上がった。後から、からりころりと下駄を引いて、なおとも、のその外に駆え上がった。敷地の選定も決まり、
兵器商と一緒に兵学寮創設の案を立てて、その設計図の調整を終わった大村はほっとした気持ちでくつろぎながら、鴨川に臨んだ裏の座敷へ席を移して、これから一杯と、最初のその杯をちょうど口へ運びかけていたところだった。イノシシのように鼻を膨らまして、小次郎が踊り込むと、まず大喝を浴びせた。やぶ医者、治れ。しかし、やぶ医者はやぶ医者でも、この医者はただの医者ではなかった。将棋対討伐、合図討伐と、息もつかずに戦火の間を駆け巡った恐ろしく胆の太いやぶ医者だった。来たのう、何人じゃ、ちらりと振り返って、飲みかけていた杯を、うまそうにぐびぐびと飲み干すと、静かに増次郎は、傍らの刀を引き寄せた。人物の器の桁が違うのである。毛をされて、小次郎がたじろいだのう、どけ。お前なんぞ増量では手も出まい。俺が夜、かき分けるようにして、なおとが下駄履きのまま、のっそりと前へ出ると、にっと黄色く歯を向いていった。遺言はござらんか、ある。聞いておこう。名はなんというものじゃ、上白なおと、何。そうか、なおとか、さては頼まれたな。聞いて、こやつ、と察しがついたか、一頭は静かみにして立ち上がろうとしたのを抜き払いざまに襲ったなおとの剣が早かった。もとより見事に、と思ったのに、八人襲って、八人し損じたことのないなおとの剣が、どうしたことかゆらりと空に泳いだ。しかし蓋の太刀は逃さなかった。立ち上がった右膝へ、スパリと入って、マスジロウは、よろめきながらつんのめった。それは合図のように、バタバタと、けたたましい足音が、はしご段を駆け上がった。あ。隊長、衛兵じゃ、銃が来ましたぞ。急を知らせたと見えて、マスジロウの従者が、銃口を揃えながら、縄のようにも連れて駆け上がってきたのである。来たか、あいつはちと困る。早く逃げい。四度目の第三刀を切り下ろす暇もなかった。どっと、一斉に障子を蹴倒して、委任の者は、先を争いながら、裏屋根伝いに逃げ走った。追いかけて、パチパチと、銃の音が上がった。同時に、コロコロと黒い影が、河原に転がり落ちた。と思う間もなく、またばったりと影がのめった。誰と誰がどっちへ逃げて、誰と誰とがやられたかまるで見境もつかなかった。河原の闇の中を必死に逃げ走る影をめがけて、不気味な銃声がしばらくこだましていたが、やがてその影が消えてしまったかと思うと一緒に、ふつりと銃声もやまって、シーンと切って捨てたように、あたりが静まり返った。三。どのくらい経ったか、それっきり川原は、音という音が全く死んで、そよとの水影さえも動かなかった。逃げた影もおそらく遠くへ、と思ったのに、しかし突然、ぴちゃりと、沼の底のようなその闇の中から、水音が破れると、あたりの様子を伺っているらしい気配が続いていたが、やがて太い声が湧き上がった。もう良さそうだな。おい、おいというに、誰もおらんか、一人おります。もう大丈夫でござりまするか。大丈夫じゃ、早く出ろ。誰だ、市原でごわす。小次か、お前もずぶ濡れだのう。もう誰もおらんか。いいえ、こっちにも一人おります。ジャブジャブと水をかき分けて、甲の真ん中の向こうから、また一つ黒い影が近づいた。
富田金丸だった。こやつも水の中へ、首まで浸かりながら、じっとすくんでいたと見えて、長い腰のもののさやじりから、ぽたぽたと雫が垂れ落ちた。どうやら小久保と、歳相太がやられたらしいな。念のためじゃ、呼んでみろ、副長、石工。歳相太、呼びながら探したが、しかし、どこからも水音さえ上がらなかった。銃声と一緒に、転がり落ちたのは、やはりその二人だったのである、かわいそうに。襟にえって小次と玉コートが生き残るとは何のことじゃい。お前たちこそ死ねばよかったのにのう。仕方がない。せめて髪の毛でも切って持って行ってやりたいが、のそのそ出て行ったら、まだちっと剣のんじゃ。ともかく黒谷の末引き上げよう。先へ立って、変わらず体に歩きかけたその神城が、不意にあっと声を上げながらつんのめった。しまった、そういう俺もやられたぞ。隊長が、どこです。どの辺なんです。足だ。左が痺れてズキズキ痛い。調べてみてくれ。夢中で知らずにいたが、屋根から逃げる時にでも一発受けたと見えて、左のかかとからタラタラと血を吹いていたのである。しかし、手当てする暇もなかった。静まり返っていた町の彼方こなたが、突然、その時また、思い出したようにざわざわとざわめき立ったかと見る間に異様な人声が湧き上がった。と思う間もなく、ちらちらと、消えては揺れて、無数の提灯の火が、五六人ずつ固まった人影に守られながら、岸のあちらこちらに浮き上がった。京都守備隊の応援を得て、大々的に捜索を染めたらしいのである。危ない、肩を貸せ、この塩梅ではおそらく全死に手が巡ったぞ。早く逃げろ、大丈夫でござりまするか、痛いが、逃げられるところまで逃げて行こう。そっちへ回れ、苦痛をこらえて上川、二人の肩につかまりながら、這うように河原を北へ登った。二条河原から、向こう岸へ登れば、差し当たり隠れるところが二箇所ある。秘伝の人小屋として名高いその小屋と、薩摩屋敷の二箇所だった。無論、薩摩屋敷へ隠れることができたら、近所鉄壁だったが、常に150人から200人近い人が密集していると伝えられている秘伝のその小屋へ駆け込んでも、当座、身を隠すには屈強の場所だった。岸を調べろ。火は見えんか、どうだ。誰か張っていそうか、いえ、大丈夫、いないようです。よし、上がれ、いないと思ったのに、火を消して、じっとすくんでいたのである。ぬっと顔を出した三人へ、誰じゃ、鋭いスイカの声が降りかかった。しかし、皆まで言わせなかった。富田も小次郎も、切りたくてうずうずしていたのだ。スパリと、左右から青い光が割りつけた。それがいけなかった。一人と思ったのに、もう一人すくんでいたのである。刹那に、バタバタとその影が走り出すと走りながらけたたましく予備校を吹き鳴らした。同時に、町の彼方こなたから、羽音のような足音が近づいた。小屋へ飛び込め。あの左手の黒い建物が、人小屋じゃ、あれへ隠れろ。霧を揉むような足の苦痛をこらえて、上川、二人をせき立てながら、まっしぐらに人小屋の中へ駆け込んだ。しかし、どうしたことかその小屋は、ガラ空きだった。いつもは200人近い人がたかっているというのに、人影はおろか、
他げ一つ見えないのである。その間にも、捜索隊の足音は、ちらちらと提灯の光を闇の彼方に散りばめて、予備校の音を求めながら、バタバタと駆け近づいた。あいにくだな、薩摩屋敷までは到底逃げられまい。どこかに隠れるうちはないか、焦って、見探していた見人の目は、図らずも道向こうの一軒の木戸へ止まった。ここへ入れ、と言わぬばかりにその木戸がぽっかりと口を開けていたのである。何をするうちか、誰の住まいか、見定める暇もなかった。ダットのように三人は、小屋から飛び出して、その木戸の中へ駆け込んだ。奥まった小座敷らしいところから、光と火が漏れた。見人は夢中だった。火を追う虫のようにその火を追って、まっしぐらに飛び込んだ。しかし、同時に、まず小次郎が立ちすくんだ。金丸も立ちすくんだ。後から駆け込んだ直人も、はっとなって立ちすくんだ。まさしく誰かの正体と見えて、その火の下には、今、お湯から上がったらしいあだっぽい女が、薄い長襦袢を一枚引っ掛けたままで、すらりと片膝を立てながら、せっせとお化粧をしていたのである。振り向くと一緒に、剣のある女の目が、ぐっと見人を睨みつけた。とっさに、小次郎がバッタのように手をすり合わせていった。追われているんです。かくまっておくんなさい。いいも悪いもなかった。構わずに座敷の中へ踊り上がって、あちらこちら探していたが、お勝手に続いた暗い土間に、内井戸の名は鶴瓶が下がっていたのを見つけると争うように金丸と飛んでいって、左右の名はへつかまりながらスルスルと井戸の中へ身を忍ばせた。後から上がって、直人も、まごまごしながら探していたが他にも海を潜ませる場所もなかった。ただ一つ目についたのは、隣の部屋の屏風の向こうの寝床だった。この辺で消えたぞ、この家が匂い、入れ、入れ、表の声は、今にも乱入してきそうな気配なのだ。直人は、せき立てられたように、隣の部屋へ駆け込んだ。しかし、同時に、我知らず足がすくんだ。寝床は寝床だったが、ふっくらとしたその矢具の中には、旦那のおいで、お待ちかね、と言わぬばかりに、仲良く二つの枕が覗いていたのである。ためらいながら、まごまごしているのを、突然、女がくすりと笑ったかと思うと押し込むようにしていった。性のない人たちだ。二度とこんな厄介かけちゃいけませんよ。早くお寝なさいまし。意外なほどにも生めいた声で言って、とっさに気がついたものか、座敷に点々と落ちている血の雫の上へ、パッパッといっぱいに粉を白いを振りかけておくと、べったり長襦袢のまま直人の枕元へ座って、さもさもじれったそうに、白い二の腕をかみ合った、間髪の違いだった。どやどやと捜索隊の一軍がなだれ込んでくると、口々にののしった。来たろう、見人じゃ、隠したか、や探しするぞ、声の下から。ちらりと険しい目が光ったかと思うと、隊長らしい一人がずかずかと踊り上がって、寝床の中の黒い酒焼きを睨めながら女に浴びせた。こいつは誰じゃ、返事をせい、黙っていたら引っ張ぐぞ。手をかけて剥がそうとしたのを、女が落ち着いていたのである。黙って、その手を軽くはねのけると、うっすらと目で笑って、この姿一つでもお分かりでしょう。というように、生めかしく立て膝を直人の顔のところへすり寄せながら言った。
はしたない。旦那は疲れてぐっすり寝込んだところなんですよ。もっと当てられたいんですかえ、バカ。叩きつけるように、男が怒鳴った。バカというより言いようがなかったに違いないのである。うま、バカなやつめが、いい加減にせい、撒き散らしたおしろいも、女とは不釣り合いなごぶさかやきも、疑えばいくらでも不審があるのに、いざといえば寝床へも一緒に入りかねまじい女の一言に気を飲まれたと見えて、捜索隊の者たちは、ガヤガヤと何かわめきながら、また表へ飛んでいった。同時に女の態度がガラリと変わった。おっつけ旦那が来るんです。来たら今の奴らよりもっと面倒になるから、早く逃げてくださいまし。先生繰り返し繰り返し。もう大丈夫ですよ。足音元を遠のきましたよ。この隙だ。早くお逃げなさいまし。井戸から這い出して、小次郎たち二人もせき立てた。しかし、直人は不思議なことにも動かなかった。気味の悪い。どうしたんですえ。まさか死んだんじゃあるまいね。怪しんで、覗こうとした女が、まあ、いやらしい。何をしているんです。目をつり上げて、パッと飛びのいた。鼻を刺す釣りがお楽しみでもするように直人は、しっかりと女の枕に顔を寄せて、ニヤニヤと笑っていたのである。汚らわしい、危ない思いをしてかくまってあげたのになんて嫌な真似をしているんです。そんなもの欲しければくれてやりますよ。今に旦那が来るんです。とっとと出ておいきなさいまし。すまんすまん、あはは。ついに会うたもんだからのう。他のところを盗まんで、幸せじゃ。旦那によろしく、ケロリとしながら這い出ると、直人は、ニヤニヤ笑いながら出ていった。4. うまく危険を逃れたのである。薩摩屋敷の塀に沿って、まっすぐ上岡崎へ抜けると、この飛脚たちが黒谷の巣と称していた三ツ安院は、ほんのもう目と鼻だった。万一のことがあっても、あの寺の住職ならばと大楽源太郎の天書をもらって、根城にしていた寺だった。何のために上洛したのか、うすうすその住職は気がついているらしかったが、何を言うにも今切って、今逃げてきたばかりなのである。血のついたこの姿を目の当たり見られてはと、身人は盗むように境内を奥へ回って、ねぐらに借りていた位牌堂の隣の裏部屋へ、こっそり座れていった骨を折らしやがった。ここまで来ればもうこっちの城だ。玉子を、まだいくらか残っているだろう。とっくりをこっちへ貸してくれ。たぐり寄せるように抱え込むと、立て続けに小次郎は、ぐびぐび煽った。どうです。先生は、おやりになりませんか。まだたっぷり二合ぐらいはありますよ。しかし直人は、見向きもせずに、ぐったりと壁に寄りかかって、物上に両膝を抱き抱えながら、じっと目を閉じたままだった。その顔は、何かを思い込んでいるというよりも、あらゆることに疲れ切っているという顔だった。どうしたんです?一体、足の傷が痛むんですか?傷が、その傷がお痛みになるんですか?決まってらー、弱りましたね。手当てをしたくも公約はなし。住職を起こせば怪しまれるし、酒があるんです。これで傷口を洗いましょうか。よろしければ洗いますよ。もし脳を持つと厄介だからね。玉子を、手伝え、おもちゃをでも、いじくり回すように足を引き出して、こびりついている血と泥を、ゴシゴシとむしり取った。ぐいと、穴が覗いた。その穴へ、二人は、
変わる変わる酒をぶっかけた。身を切るほども、しみ痛いはずなのに、しかしなおとは、痛そうな顔もせずに、ぼんやりと壁意味を持たせたままだった。何かに、心を取られているらしいのである。小次郎が、ひしゃげた鼻に、にやりとしわを寄せていった。あれだね。この忙しい最中に先生も飛んだものを嗅いだもんさ。今の女のあの匂いを思い出したんでしょう。旦那より他に寝かしもしない布団の中へ入れたんだ。紙一重の違いだが、因縁のつけようじゃ浮気をしたも同然なんだからね。そこを一本、脅したら、あの女、物になるかもしれんです。酒のしみるのがわからないほど、思いに凝っていらっしゃるなら、ことのついでだ。今から一押し押し込んでいったらどうでごわすかよ。バカ、違いましたか。どうもそのお顔では、ちっときな臭いんですがね。あの時の女の立て膝が、ちらついているんじゃごわせんか。耳にも入れずに、なおとは、目をつむっていたが、突然として身を起こすと、にったりとしながら、あざけるように言った。どうやら俺も、少々タガが緩んだかな。何のタガです。要件のタガさ。大村益次郎、きっと死ななかったぞ。ぎくりとなったように、小次郎たちも目を光らした。実は二人も、それを気遣っていたのである。八人狙って八人ともにただの一刀で仕留めた俺じゃ。のう、そうだろう。直人の顔が、書き直したように青ざめた。しかし、九人目の大村には二立ちかかったんだ。その二立ちも、急所を外れて膝へ行ったんだからな。問題は外れた最初のあの人たちじゃ。八人切って、八人ともに狂ったことのない俺の一刀切りが、なぜあの時空へ流れたか、お前らはどう思うかよ。心のしこりというものは空恐ろしいくらいだ。頼まれてばかり切って歩いて、バカバカしい、通し入る前に不意と思ったのが、手元の狂ったもとさ。上白直人も、もう落ち目だ。タガが緩んだと言ったのはそのことなんだよ。ならば、そんなろくでもないことを思わずにお切りなすったらいいでがしょう。いいでがしょうと言うたとて、思えるものなら仕方がないじゃないか。お前らもとっくり考えてみー。上州で見人、山形の京介めに頼まれて、主級派の奴らを切っちょるんじゃ。その山形教会は今、何になっておると思うかよ。陸軍の閣下様で廃止堂々と馬の尻を叩いているじゃないかよ。伊藤俊介にも頼まれて二人、その伊藤は、おっつけどこかの知事様に出世するとか、しないとか、大した鼻息じゃ。桂小五郎にもそそのかされて三人、その小五郎は、誰だと知っちょるんじゃ。木戸公院でござ候の、三与でこうのと、お神聖を一人でこしらえたような顔をしちょるじゃないか。切ってやって、奴らを出世させたこの俺は、相変わらず毛虫同然の人切りかようさ。いいえ、違います。隊長、隊長はバカバカしいバカバカしいとおっしゃいますが、切った八人はみんな、天下国家のために切ったんでがしょう。がしょう。画商、と思うて、俺も八人切ったが、天下国家とやら、この俺には、とんと夢で踏んだへのようなもんじゃ、匂いもせん、音もせん、スーともピーとも股間わい。うふふ、バカなこっちゃ。ただの一遍でいい、頼まれずに、憎いと思って、俺が怒って、心底この俺が憎いと思って、一遍人を切ってみたい。切ったらいいでがしょう。
青い顔が、ギロリと光って、目がつった。きっといいか、いいですとも、人斬りの名を取った先生がお斬りなさるんだから、誰を斬ろうと不思議はごわせんよ。険しく睨みつけながら、まじまじと二人の顔を見つめていたが、ごろり横になると、吐き出すように言った。お時勢が変わっておらー。憎くもないのに、切った昔は切ったと言うて褒められたが、憎くて切っても、これからは切った俺が天下のお尋ね者になるんだからのう。勝手にしろだ。俺は寝る。お前らも勝手にしろ。ダメです。先生、手当てもせずに寝たら傷が腐るんです。せめて何か巻いておきましょう。そんな寝方をしたらダメですよ。うるさい。触るな。腐ったら腐った時だ。弾き飛ばして、横になると、遠いところをでも見つめるように、まじまじと大きく目を見開いたまま、みじろぎもしなかった。5。それっきりな音は、4日経っても、5日経っても起きなかった。眠っているかと思うと、いつ覗いてみても、パチパチと大きく目を開いていて、ろくろく飯も取らなかった。次第に小次郎たち二人は、じりじりと焦り出したのである。どうするんですか。隊長、東京へ逃げるなら逃げる、西へ落ちるなら落ちるように早くお決めくださらんと我々二人。度胸も座らんですよ。勝手に据えたらよかろう。よかろうとおっしゃったって、隊長がなんとかお覚悟を決めぬうちは、我々両人、どうにもならんこっちゃごわせんか。生死もともども、とろろもともども分けてすすろうと誓ってきたんですからね。寝てばっかりいらっしゃるのは足の傷がお悪くなったんじゃごわせんか。どうだか知らん。ここも動かん。動かんとこうあったって、未年も異年もここに寝ていられるわけのもんじゃごわせんからね。逃げ出せるものならそのように、ダメならまたそのように、吐きわきとした覚悟を決めたいんですよ。一体どうなさるおつもりなんです。おあいにく様だが、つもりは今のところ、どんなつもりもない。お前ら、積もり太陽に積もったらよかろう。何もかも投げ出し切ったといったような言い方だった。げっそりと落ちくぼんだ目を、まじまじと見開いて、にこりともしないのである。二人は、腐った、苦い顔をしながら、目から目何か囁き合っていたが、小次郎が決然として身を起こすと、金丸をせき立てていった。捕まったら捕まった時じゃ。探ってこよう。市中の様子か。そうよ。こんなところにすくんでいたとて、日は将来。逃げられるものなら一刻も早く逃げ出した方が賢いんじゃ。手分けして探ろう。俺は大村の宿のようこと、市中の模様を嗅いでくる。お主は、西口、東口、南口、街道筋の固めの具合を探ってこい。よし来た。出かけよう。いいですか。隊長。お前ら積もり太陽に積もれとこう言いましたから、様子を探った上で叱るべく計らって参ります。後でかれこれだだをこねちゃいけませんぞ。言い捨てて、二人は、敵にもまだ日が高いというのに危険を犯しながら市中へ出て行った。しかし、直人は、うんともすうとも言わなかった。まるで馬鹿になる修行をしてでもいるように、じっと一点を見つめたまま、寝返りも打たなかった。知らぬ間に、高かったその日が落ちたと見えて、うっすらと夕暮れが這い寄った。同時のように、ひたひたと足音が近づいた。小次郎が帰ってきたのである。覗き込むようにして、その小次郎が手柄顔に言った。
大丈夫だ、先生。大村は死にますぞ。これから死ぬというのか、もう死にかけているというのか。急所は外れたが、思いのほかに傷が深いから、十中八九死ぬだろうというんです。嬉しいじゃごわせんか。ふん、ふんはないでがしょう。先生は、大村が死にかけておったら、気に入らんですか。入らんのう。かりそめにも暗殺の名人と名を取った上白直人じゃ。看板通り仕留めたというなら自慢になるが、これから死ぬかもしれんいの話で、喜ぶところはなかろう。それならば、あの時黙っておきりなすったら用がしたろう。大村が死なんでも、誰が切ったかわからなんだら、先生の恥にはなりませんからな。何の話じゃ。マス次郎を切るとき、上白直人じゃ、と隊長が名乗ったことを申しておるんです。わざわざ名乗ったばっかりに、切り手の名はわかる。灰割り符は回る。我々一党の素性も知られる。市中では、もう三尺の同時まで我々を毛虫のように言いそやしておりますよ。アホー、名乗って切ったが何の不足じゃ。頼まれて切ったればこそ、出所進退を明らかにして切ったじゃないか。直人が心底にくくて切るときはかれこれ言わん。黙って切るわい。争っているその声を驚かして、シャン、シャンと、いぶかしい馬の鈴の音が、かすかに境内の向こうから伝わった。怪しむように、振り返った二人の目の前へ、金丸が勢い込んで飛び込んできたのである。道が明けた、先生すぐお出立のをしたくなさいまし、小次も早く支度しろ。逃げられそうか、大丈夫落ちられる、東海道だ。どういう間違か、ひょんな噂が伝わってのう。先生らしい風体の男が、同志二人と夕べ亀山口から、東海道へ落ちたというんじゃ。それというので、街道口の固めが解けたのよ。この隙じゃ。追っての後は東都行くことになるから、大丈夫東京へ入られる。かれこれとだだは来ねんというお約束です。道中、お歩きもなるまいと思うて、こっそりと駅場を雇うて参りました。すぐお乗りくださいまし、稲屋を言う暇もなかった。せき立てるように駆け上がって、くるくると身の回りのものを取りまとめると、金丸は、一人で心得ながら、直人の体を抱き上げた。しかし、同時に、小次郎もその金丸も、思わずあっと、驚きの声を上げた。5日の間に、すっかりかかとの玉傷は悪化していたのだ。しかも一面に脳を持って、見るから痛そうに赤く腫れ上がっていたのである。だから、手当て繰り返し繰り返しとやかましく言うたんです。こんなになるまでほっとくと歯切れましたな。お痛いですか？その腫れではたまらんでしょう。我慢できますか？ダダをこねるなという言いつけじゃ。ダダはこねん。気に入るように始末せい。まるで意志のない人のようだった。定めし、耐えられぬほども痛いだろうと思われたのに、直人は、じっと金丸たちの腕に抱かれたまま、身動きもしなかった。6、しっとり暮れて、9月の秋の今日の夕暮れは、しみじみとしてわびしかった。川垂れ時のその夕闇を縫いながら、お中土たちは、シャン、シャンと鈴の音を忍ばせて滑り出るように今日の町へ出て行った。直人は一言も口を聞かなかった。意志がないばかりか、まるでそれは、わずかに息が通っているというだけの、荷物のようなものだった。腹が減ったでしょう。食べますか？といえば、黙って食べるのである。
お疲れでしょう。泊まりますか。といえば、黙って泊まるのである。しかし、そんなでいても不思議だった。馬が歩けば、馬上の荷物も自然と歩くと見えて、今日起きてから4日目の夕方、水口から関ヶ原をめぐって隠れ街道を忍んできた落人たち見人は、ようやく名古屋の旧荻下へたどり着いた。症状とした秋雨が降ったりやんだりしている夕暮れだった。しみったれた宿では気がめいっていかん。景気の良さそうな奴を探せ。あの三軒目はどうじゃ。なるほど。あれなら相当なもんじゃ。面倒だからこの辺で馬も返せ。明日からはカゴにしよう。乗り物もちょいちょいと手を変えんと、じき足がつくからのう。あの宿です。先生。泊まりますぞ。おーい、宿の奴ら、お病人じゃ。手を貸せ、万事、お前ら任せの名をとは、二人が決めたその宿へ、二人の言うままに、黙々と抱かれていった。どうします。先生。すぐに夕食を取りますか。それとも、傷さえつけねばいいんだから、ひさかたぶりに一風呂浴びますか。道中、痛そうな顔さえもしなかったが、今宵ばかりは、よくよくこらえかねたのである。痛い。寝たい、ゆうまもズキズキすると見えて、ぐったりと横になりながら、痛そうに眉を寄せた。すぐに、ふっくらとした夜のものが運ばれた。しかし、伏せったかと思うと間もなくだった。ゆっくりなくも、思い忘れていた匂いを嗅ぎ当てでもしたように、じっと目を据えながら、ふんふんと鼻を動かしていたが、突然力なく落ちくぼんでいた直人の溶岩が、ギラギラと怪しく光り出した。匂ってきたのだ。あの匂いが、女の匂いが、あの夜追われて、隠れて、図らずも嗅いだ肌の匂いが、髪の匂いが、女の移りがが、枕からか、よぎの襟からか、かすかに匂ってきたのである。小次、へい、むくりと起き上がると、直人が、青く笑って不意に言った。芸者を買おうか、え、芸者、突然またどうしたんでごわす、どうもせん。買いたくなったから買うのよ、その後病態で、隊長、女を物しようと言うんですか、物にはせん、物したくも俺は物されんから、お前らに買わせて、この枕元で騒がせて、俺も買うたつもりになろうと言うんじゃ、いやか、てへ。こういうことになるから、オラが隊長は、気難しくて怖い時もあるが、なかなか見捨てられんです。聞いたか。たまこう。ことが騒動になってきたぞ。大瀬かしこし魚いの変わらぬうちじゃ、呼べ、呼べ、心得た。いくたり招くんじゃ、俺は物されんとこうあるからには、俺たち二人の分でよかろう。亭主、亭主、たちまち座が浮き立った。酒が来る。日が増える。大物が運ばれる。色までが変わったように明るく浮き立ったところへ、白い顔が二人、音もなく滑り込んだ。よう。美形繰り返し繰り返し、名古屋にしてはこれまた相当なもんじゃ。あちらの布団の上に、縁子遊ばしていらっしゃるのがオラガのお殿様でのう。殿様、病中のつれづれに気を読んで、お前ら、枕元でバカ騒ぎせい、とのみ声がかりじゃ。遠慮はいらんぞ。さあ飲め、さあ歌え。どうです。先生、景色が良くなりましたな。飲みますぞ。うんうん、少しはお気が晴れましたか。うんうん、申し訳ごわせんな。女、酒、口説き上手。
人後に落ちる体調じゃごわせんが、その後病態では、体が効きますまいからな。気の毒千万、蜂の巣ワンワン、ひさかたぶりの酒だから、金丸はヨウタです。こら女、何か歌え、歌わんな。ではじゃかじゃかじゃんじゃんと何か弾け、よう。素敵繰り返し繰り返し、音が聞こえ出したぞ。さあさ、浮いた、浮いた、じゃかじゃかじゃんじゃ。代わりに飲んで、代わりに騒いで、殿様、芸者を凍ったような心持ちになろうというんだからのう。お前らもその気で、もっとじゃかじゃかやらんといかん、そうそう。そこそこ、てけれつてってじゃ、ここは名古屋の真ん中で、ないもの尽くしを言うたなら、体調、病気で女がない。金丸、ろれつが回らない。てけれつてっての、てってって、今日いたって、そろそろとハメが外れ出したのである。どうです。隊長、金丸、異界命定いたしました。踊りますぞ、ふらふらと金丸が、突然立ち上がったかと思うと、あちらへひょろひょろ、こちらへひょろひょろとよろめいて、踊りとも剣舞ともつかぬ怪しい舞を染めた、ヒューヒュー、ピーピーピー。当節有効の暗殺武士じゃ。衣、腕にいたり、毛ずねが濡れる。濡れるたもとになんじゃらほい。あれは気の濃く、本能寺。堀の探査は難尺なるぞ。君を切らずばわが身がたたん、たたんか、切らんか、ええ。スパリ。あはは。もういかん。隊長。一曲。この人武士となりました。いいでがしょう。来い。女。あっちの部屋へ参ろう。崩れるようにしなだれかかって、その首へ手を巻きつけると、ぐいぐいと引っ張った。小次郎も回ってきたのである。よし来た。そのこと、そのこと怒っちゃいけませんぞ。隊長。行け、行け。玉子、別室があろう。来い、女、立ち上がって、よろよろとしながら歩き出そうとしたのを、じっと見守っていたな音のこめかみがピクピクと青く動いた。と見る間に、目が座った。同時に、じりっと膝横の技者に手がかかった。腹が立ってきたのだ。憎悪がこみ上げてきたのだ。理屈もなかった。理性もなかった。歩行もできない身をいいことにして、これ見よがしに陥落を追うとしている二人の傍若な振る舞いに、カッと憎みが湧き上がったのである。待て、なんです、どうしたんです、驚き怪しんで振り向いた二人の顔へ、険しい目が飛んでいった、たわけ立ち目が、俺をどうする、見せつけるのか、羨ましがらせをするのか、それいいでい、バカな。目の前で、枕元で芸者改正、という歌じゃごわせんか、追いつけ通りにしたのが、なぜ悪いんです、抜かすな。それにしたとてほどがあるわい、ずらりと並べ、切るんですか。どうしよう、仲間を、苦労を分けた手下を切るんですか、どうしもヘチマもあるか。腹が立てば誰とて切るんじゃ。憎ければどやつとて切るんじゃ、一緒に行けい。たわけ立ち目が、さっと横へ、青い光が伸びたかと思うと一緒に、ざーっと、小次郎たち二人の背から血が吹き上がった。その血が棚を下げたまま、直人は、そぼ降る雨のようへ、ふらふらと出て行った。待ち受けるようにして、バラバラと影が飛びかかった。上城直人、爆につけい。しかし、直人は、もう逃げなかった。
心底腹を立てて切った喜びを楽しむように、忍まっているその黒い群れの中へ、ふらふらと入っていった。秋も更けた11月の5日、大村益次郎は、直人の与えた傷が元で、会えなく死んだ。囚われた直人もまた、大西郷たちの心からなる除名運動があったが、皮肉なことにも、山形京介たちの極刑派に災いされて、間もなく銃殺台に上った。